1840年代に描かれた戦闘服をまとったパタゴンの族長とパタゴン族パタゴンは南アメリカ南端にいたとされる伝説の巨人族で16世紀の探検家マゼランによって名付けられた人々である現在の南米パタゴニアの地名はパタゴンの住む土地の意から来ている1766年ジョンバイロンの船がパタゴニアを訪れた際に船員とも あるいはそれ以上とも伝えられたとされている。18世紀末に否定されるまで、今から見ると現実にはありえそうもない。この巨人たちについての伝説が、ヨーロッパでは250年もの間にわたって、語り継がれていた。彼らについての最初の言及は1519年に、人類初の世界一周の航海に出発し、その途中で、南アメリカの海岸を訪れたマゼランとその艦隊の、 乗組員たちによるものだった。マゼラン遠征のわずかな生き残りの一人で、マゼラン体験隊についての証言者であるアントニオ、ピガフェッタはそこで出会った、先住民は普通の2倍の背丈であったと報告している。停白地の近くの海岸で、ある日突然、我々は踊り歌い頭にこう振りまいていた裸の巨人を見た。提督は部下の一人を彼のところに行かせ、友好を示すために、 同じ動作をさせた。その男は、提督が待つ小島に巨人を連れてきた。巨人が、提督のところに来たとき、巨人は大いに驚き、指を上に向け、我々が空から来たのだと信じているようだった。彼は、我々が腰までしか届かないほど背が高く、金星の取れた体つきをしていたとアントニオ・ピガフェッタは、書き残している。ピガフェッタは、また、 マゼランが彼らにパタゴンの名を授けたと伝えているが、しかし、ピガフェッタはその訳を述べていない。ピガフェッタの時代、パタは足もしくは足跡の意に由来しており、現在の通説ではパタゴニアは、大足人の国の意味と解釈されている。しかしながら、語尾のゴンが何を意味しているのか不明であり、この解釈には疑問も呈されている。ピガフェッタの記録や他のマゼラン艦隊の、 生き残り船員人の証言では、パタゴンが巨人であり、毛皮の履物を履いていたとの記述はあるが、体に比べて特に足が大きかったという記述はない。その後の新世界に関する16世紀から18世紀の地図には、この地域をレギオ・グガンテム、巨人国と名打っているものや、地図のパタゴニアの位置に巨人のイラストが描かれているものが数多く見受けられる1579年。 フランシス・ドレークの艦隊の船長、フランシス・フレッチャーはとても背の高い、パタゴニア人に会ったことを書いている。1590年代には、アンソニー・イーニベットは、パタゴニアで12フィートの長さの死体を見たと主張している。さらに1590年代には、オランダ船に乗っていた、イギリス人、ウィリアム・アダムスは、パタゴニア南部の島、ティエラ・デルフエゴを回っている時に船員と不自然に背の、 高い原住民との間に暴力的な出会いがあったと報告している。1766年には、ジョン・バイロンが指揮する HMS ドルフィン号が世界一周の航海からイギリスに帰ってきたとき、その船員によって、パタゴニアでキューフィー,ートのせ丈けの現地部族を見たとの噂が流れた。しかし、1773年に出された航海についての最終報告改定版では、 パタゴニア人たちは6フィート6インチとされ、背は高いが、巨人というほどではないと記録されている。バイロンによれば、可能性として、彼らは、パタゴニアの先住民族、今で言うテベェルチェ族に出会ったのだろうとされている。後世では、パタゴニアの巨人伝説は、初期のヨーロッパ人工会社たちの悪ふざけ、少なくとも、誇張や誤報であったと考えられている。ビクトリア号の復元船。 マゼランの艦隊で世界一周に成功した船マゼランの航海では、マゼラン自身は旅の途中で死に出発時約270人いた乗組員たちの中で世界一周を達成して生還できたのはわずか18人であり、その18人の生き残りの中で最も著名で詳細な報告を行ったものがピガフェッタである。歴史上初めての世界一周は当時も当然注目の的でありピガフェッタは、 教皇クレメンス7世に面会し、マントバ宮廷にも招かれ人類初の世界修行の話をしている。ピガフェッタがロードス騎士団長に当てた書簡による記録は最も詳細な報告であり、ヨーロッパの各地でこれが改ざんを受けながら出版されていた。このピガフェッタの記録には出会った巨人のこととマゼランが彼らにパタゴンと名付けたことが記載されていて、ヨーロッパにパタゴンあるいは パタゴニアの巨人伝説が起こり、また南米南端の地にパタゴニアの地名がつくきっかけとなった。ピガフェッタの記録によれば、航海の途中、彼らは南へ49度の地で冬を迎えしばらく、停泊することになった。彼らが停泊した地は、パタゴニアでも中部よりやや南の今でいうサンフリワンワンであった。結局はそこに5ヶ月滞在することになるのだが、そこで出会い、 マゼランがパタゴンと名付けた先住民をピガフェッタは常に巨人と書いている。ピガフェッタの記録にも矛盾しているところがあり、最初の出会いも書き始めでは裸の巨人と書いているが、同じ文章の中では巨人は毛皮を着ていたとも書いている。矛盾した記述もあるが、ピガフェッタは出会った巨人について、マゼランたちの背が巨人の腰までしか届かなかったこと、 巨人は顔を赤く塗り、目の周りは黄色、そして頬にハート型の模様を描いていたとしている。そして巨人は鏡を見せられ鏡に映った自分の姿に驚いたことや器用に縫い合わせた毛皮を置き、毛皮の履物を履いていたことも書いている。停泊中にマゼランたちはパタゴンたちとたびたび接触していて、ピガフェッタはパタゴンが家屋は作らず毛皮を置き、 毛皮の履き物を履き、毛皮時の棒で作ったテントで暮らし一箇所に定住するものではないことや、生肉を食べる習慣、弓矢をよく使うこと、踊り歌うことが好きでよく踊り、踊るたびに25センチメートルもの深さの足跡がついていたことなどを書いている。マゼランは、パタゴンを何人か捕まえ、スペインに連れ帰ろうとかに拘束している。パタゴンを巨人と呼んでいたピガフェッタは、 館内で巨人に密に接していたようで、巨人の言葉を90ほど書き残し、巨人もキリスト教への回収を考えるほどの関係になっていた。ただし、親しくなった後にもピガフェッタによるパタゴンの呼び名は、巨人のままである。ピガフェッタの上官に囚われていたパタゴンはその後の太平洋での過酷な航海途中に、他の多くの乗組員たちと共に死んでいる。 世界遺産クエバデラスマノスイカの者も,のもいないし5ピエ10、プース以上の者も,のもいないが、複数の船員が6ピエ以上のパタゴン人を何人も見たと証言したと書いている。先に記述した1773年のジョン・バイロンのパタゴニア人は背は高いが巨人というほどではないとの報告を加え、18世紀後半1770年代に続けて発行された。 パタゴニアあるいはパタゴン人についての諸報告はいずれも、パタゴンが当時のヨーロッパ人よりは背は高いものの巨人というほどではないことを証言し、これらの報告によってヨーロッパ人に伝わるパタゴニアの巨人伝説は終わりを告げるのであった。1840年代にフランスのデューモンデュルビルの戦隊がパタゴニアを訪れた時に描かれたイラスト。 パタゴンの風景1842年同じく、フランスのデュモン・デュルビルの戦隊がパタゴニアを訪れた、時に描かれたイラスト。パタゴンの風景16から18世紀、ヨーロッパで巨人と思われていた、パタゴンおそらくは実在のテウェルチェ族は文字を持たず、定住もしない民族であったため、どの程度の勢力であったのかはよくはわかっていない。ただし、 16世紀ネグロ側以南はほぼデウェルチェ族の支配地で1万人程度であったのではないかと推定されている。パタゴニア以外のインカ帝国など南米各地の人々は16世紀中にはヨーロッパ人の激しい散奪に遭い殺され、その支配下に置かれ衰弱していったが、辺境で農業に向かないパタゴニアにヨーロッパ人が進出してくるのは少し先であった。 18世紀中はスペインへの対抗勢力であるチリのマプチェ族がパタゴニアに勢力を伸ばし、デウェルチェ族はその文化にも影響を受けていき勢力も衰えていった。さらに、ヨーロッパ人が大陸から持ち込んだ天然痘やチフス、マシンなどの伝染病は、インカをはじめ免疫を持たなかった南アメリカの諸民族をはだしく減少させたが、ヨーロッパ人の持ち込んだ 伝染病に免疫を持たなかった点は、ペウェル地族についても同様であり、疾病で人数を減らしている。気候の厳しいパタゴニアへのヨーロッパ人の入植は遅かったが19世紀1865年に、最初のパタゴニアへのヨーロッパ人入植が始まり、さらに1879年、クリオロカ将軍によるインディオ討伐戦が開始されて、伝染病から逃れていきな 日本の2倍強にあたる広大な面積のパタゴニアに、現在のテウェルチェ族は200人程度とされている。ありがとうございます。